数年ブシャーレの先生になった虎杖悠仁にありそうなことに対するネットの反応を紹介します。呪術廻戦ブルーアーカイブ両作品のネタバレを含みます。数年ブシャーレの先生になった虎杖悠仁にありそうなこと、もし事件解決し大人になり先生になった世界線という F あんのか。そんな世界線夢見たっていいじゃない。本編の地獄に目をそらしながら、ゲマトリアになんやかんやで復活した賢者がいそう。ブルア回戦が始まりかねない。生徒に違和感なく同級生の距離感で接しそう。超人スーパーマンの術式を持つかや。 SSR 術式青いって聞いた時思わず堂々って反応するのが見えた。アリスに対しては自分を重ねてるように正しいのは理解してるけど、その上で自分のわがままで反対する虎杖先生。アトラ、ハシース起動してたらまさに宿儺と同等以上の大落札が起きるからな。本編先生以上に嫌というほどヤバさは理解してしまっている。知らなくていい実体験よ。ブルア回戦だと、七海優香に後を託されて伏黒ひなが刑に受肉されて宿儺刑には虐殺される散々すぎる虎杖アリス。虎杖アウトローな奴はあまり自分のことをアウトローって言わん、あるそうなの？座学以外は割と適性あるのでは？戦闘力もあの世界じゃ最上位だと思うし、耐久もフィジカルもバカみたいに高いし、体が頑丈なので本編以上に苦しんでもらいます。コミュ力もいいし嫌われるタイプじゃない。地頭もいいから結構式は苦手でもアイデア出して提案してって戦闘に繋げていくのとかできそう。五条と七人のハイブリッドした先生になりそう。ことあるごとに五条先生や七人みたいにやれてるか？って自問自答してそう。アビドス編で風紀委員に狙われてると聞いたドリ風紀委員が俺を？なんで？先生ってそんなにすごいわけでもないだろ？って疑問から自分という存在がキボトスにどれだけ大きな存在であるかをほんのり感じ、星野が自分を黒服に差し出したことからここには七人や飛車、五条先生のような大人はいなく、今度は自分がその番って再認識するんだよな。その時の友人は大人の顔になっているんだよね。救出した後は元の笑顔の似合う姿に戻ってるけど、その世七人が託した言葉をもう一度考え直したりするんだ。虎杖五条先生も七人もこんな感じだったのかな。俺を預かる時ってこんなに重くて怖かったりヒヤヒヤしたりしたのかな。内臓壊れても近接戦がっつりやれるぐらいには身体丈夫だし、呪力強化もあるし、銃に撃たれてもへっちゃらよ。バケモンかこいつは。パバーヌで K が暴走したら宿儺を重ね合わせて精神一気に追い込まれそう。そこでトラウマはないし殺されかけたけど許して助けに行こうとする桃井は救い。なんかパバーヌで一番輝きそうだな、虎杖先生。自分に重ねれるのもある。そしてゲーム開発部、優香や C&C と以前の自分とは違ってさらに多くの助けたいって思いを持つ生徒であり仲間がいるから張り切り具合も変わるし、こっから俺は虎杖先生だって感じに弾けてほしい。二人のように大人として守ることはできなくとも、子供の心を忘れられないなりに全力で助ける先生。ひな私は高梨星野みたいになれない。虎杖俺は五条先生や七人みたいにはできない。これもいいけど大人友人にはなれなくていいんじゃね？ひなはどうなっても星野になれないじゃん。俺も昔大好きだった先生たちみたいになれなくてさって感じに始まって奮起させてほしいってのもある。プレゼンルートになるとプレドリ雄二と虎杖先生が最後に残った呪力をぶつけ合って現虎杖に託すんだよね。あの時と同じだ。七人の時とってつぶやいた後、白子を守りそばに寄り添って生きれる世界を、ここを見つけに来たんだと考えてちゃんと自分は先生やれてたんだって、安心すると同時に絶対に死ぬことのできない呪いを込められる。プレドリ雄二生徒たちを、よろしくお願いします。おう、もう。プレドリ、七人の最後を思い出しながらこれ言ってそう。弱く、そして遅かったから間に合わずに七人を助けられなかったあの時とは違い、ミカの前に立ってミカを守りながら、俺のお姫様に何してんだよっていう虎杖、み。無茶を咎められて俺は大人で、皆は子供。俺には皆を自分より優先する義務があるのっていう虎杖先生。ベアでもここまではいかないにしても殴りかかりそうなのは容易に想像できる。黒服に対してはくっそ冷たい態度でいいからとっととしろ的な辛辣さを見せてくる。ハイブルアカってそんな過酷なんか。もともと銃弾飛び交う世界だし言ってミスるだけで世界が滅ぶ案件が結構ある。まあ、思考的な意味でも世界観的にも過酷ではある。美少女版 GTA は伊達じゃない。ビオスターのゲームだぞ。過酷はデフォルトだ。先生がタッパとケツのでかい女の子がタイプという出所不明の噂がキボトスを駆け巡る。その時、つくよに電流走る。よかったな、ハスミ。でも声が釘先。ハスミとの初対面時に、とっさに釘先って言って一波乱起こりそう。
ケツとタッパを合わせ持つという観点だとやっぱハスミがタイプだよな。その時葵に謎の記憶が湧き上がる。どうやら私たちは親友のようね。イタドリ葵？葵？葵が落としたペンダントが開く音。そういやリンちゃんもケツとタッパがでかいな。ちなみにジェニファー、ローレンスは175センチ、一番ニアピンなのはシュン、その次がカホ。つまり、ヒエロニムス、バルバラに酷戦するってことか、オーバーキルでは？ちょっとマジレスするけど呪力同士が衝突しないと発生しないからキボトスではどうあがいても酷戦は出ない。酷戦って打撃との誤差 0.00001 秒以内に呪力が衝突するのが条件じゃないっけ？コラボのとある勢が超能力うまく使えなくなってたし、呪い絡みもうまく働かなくなる可能性もある。まあ強さ議論はどうだっていいんだ。重要なことじゃない。呪術なくてもフィジカルガスでキボトスしてるからね。呪力なしで呪力強化されたガベルの打撃をもろに食らっても平気だったり、人間離れした身体能力持ってたりと無法がすぎる。下手したら、回復能力も上がったままなんだよね。急所に当たらない限り、銃弾も基本的には耐えられるんじゃない？これは子が犬になってるところを眺めているイタドリ先生。怖い。イオリの足舐めした時も大体こんなの。イオリちびってるだろこれ。イオリの足舐めろ発言に黙らせてヒナと出会ったとこでいつもの笑顔に戻るイタドリ先生。内心やっと話ができる生徒に出会えたってピリピリが消えたんだろうな。イオリだったら私の足を舐めてみろ。イタドリわかった。でも約束しろ。俺は星野を助けたいんだ。助けるためだったら何だってやってやる。足を舐めろって言うなら舐めてやる。ゴミを食えってなら食ってやる。何だってくれてやる。イオリを、おいそこまで、イタドリそれで助かるなら、ヒナ何してるのあなたたち、イタドリあっきなお願いあるんだけどいいかな大切なことなんだ。この本編でも見たようなテンションの切り替えの速さよ。ごめん。先生、私、楽になろうとした。罪すらも、逃げる言い訳にした。回ってるんよ、呪いが。やばくない？呪術で見たことあるエグい展開ってニアミスでブルアカのバッドエンド世界で起きてたかもしれないんだろ？そりゃブルア海戦とかが違和感ないわけよ。いい人？と出会って救われて、すべてを失った過程ないたどりは先生としてはぴったりよ。きっと添い寝イベントすると寝言で釘先とか伏黒とか七民とか出てきて、一番女っぽい七民で一波乱起きるんだろうな。ある日先生の兄を名乗る人物がキボトスに現れたりしそう。お兄ちゃんはイベントストーリーで初めて出てきそうな感じでもある。上層友人、ユーカーレガ先生のお兄さん全然似てない？東道ブラザー、ユーカーレガ先生のお兄さん全然似てな。イタドリーやどっちも俺の兄ちゃんじゃねえよ。ゆうか複雑な、イタドリーやあっちがそう言ってるだけ。一応上層はちゃんとお兄ちゃんだから、東道？あれはただの友人です。そもそもイタドリーって頭の問題で先生とか無理だろ。これから成長するかもしれないだろ。でもイタドリは本当に良い先生になると思うよ。勉強を教えるのは難しそうだけど生きる大切さとかは真摯に伝えるだろう。頭の良さも重要だが、生徒に寄り添えるだけの心の方が大事な気もする。そういう意味では短い期間で一生分の挫折を味わう羽目にあったイタドリは良い先生になれると思う。イタドリ先生に対するネットの反応いかがでしたでしょうか？動画の内容良かったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。